シャルル・アレクサンドル・マルク・マルスラン・ダルザスド・エナン・リエタールは、ブルボン朝末期フランスの貴族、帝神。エナン公の儀礼称号で呼ばれた。第12代、指名公アレクサンドル・ガブリエル・ジョジェフ、ダルザス・エナン・リエタールと、トスカーナ・フクオー・マルクド・ボークラン公爵の娘、ガブリエルの間の伐旨。サンジャック・ド・クーデンベルグ大聖堂で洗礼を受けた。叔父トマ・フリップは、 メヘレン・ヒロツカ・サキョウだった。1766年9月29日、エティエンヌ・ギノード・モンコン声優公爵の娘、アデラ・イード・フェリシテ・アンディエットと結婚。結婚を通じ軍事大臣ら、トゥール・ディ・パン公爵と義兄弟となった。妻は、エナン公の兄嫁氏名夫人の紹介を通じ、王妃マリー・アントワネットの助官の一人に取り立てられた。 このエ絵ン隊所属の騎兵隊員の肩書きを有した。エナン公は、オペラ歌手、ソフィーアルヌート不倫、妻の公妃は、コアニー騎士と不倫をしており、夫婦揃っての不定は、上流者公開の注目を浴びた。宮廷では、その儀礼称号をもじって、小人の公爵のあだ名で呼ばれた。フランス革命中は、カストラーヌ公爵、ブロイ公爵、ディロン伯爵、サル、ムコーラと共に、 王妃を指導者とみなす王党派グループに所属した。このため、反革命容疑でリュクサンブール監獄に収監され、監獄の陰謀を企てた権威をかけられ、多くの囚人と一緒に死刑となった。指定した相続人に先立たれていたエナン公の遺産処分は、フランスの相続法によって行われたが、これは旧オーストリア領定地諸州に、フランス相続法が適用された。 先レれとなった。兄夫婦にも、エナンコ夫婦にも子がなかったため、指名行為は、姉の子、フランソワ・ジョゼフド、リケド・ガラマン伯爵に引き継がれた。ありがとうございます。